CH-47 航空機 CH-47 チヌーク CH-47 シヌークはアメリカのボーイングバートル社現ボーイングロータークラフトシステムズ社で開発されたタンデムローター式の大型輸送用ヘリコプター配備開始から半世紀が経過した現在でも最新モデルである F 型が生産されており未だに後継機は登場していない エンジン乾燥や燃料タンクの増設などが何度も行われたために最新の機体と初期は全く違う機体と言えるほどに核性能が改良されている。アメリカ陸軍では有事の際に空中機動作戦を実施するにあたり地上からの火力支援のために 155mm 砲を運搬できる大型ヘリを必要としていた。 バートルが1956年に開発を開始し、EHC-1A、あとの V-107、CH-46 として提案したが、エンジン出力などが要求を下回ったために採用を見送られた。そこで、エンジン出力を増強して、胴体内容積を拡大、さらには、最大12.7トンの貨物を機体仮面の釣り下装置で釣り下し、 移動することも可能とした四4 7 a を開発、1961年9月21日に、原型機が初飛行し、アメリカ陸軍は1962年に CH-47A として採用した。CH-47A は、m 1 9 8リ5 5 m m 榴弾砲と弾薬に加え、砲の運用に必要な兵員を含めて空輸できる、 能力を持ってた。1965年からのベトナム戦争で大量に投入され、機体の優秀さを世界に証明した。様々な改良を受け現在でもアメリカ陸軍、イギリス陸軍、イラン陸軍、革命前に輸出、オーストラリア陸軍、リビア陸軍、リビア革命前に発注、革命後に一部の機体が引き渡され、カタフィ政権打倒後に再度発注中などで使用されている。 イギリス空軍ではフォークランド紛争でアメリカ軍でも湾岸戦争で能力を再び発揮した。特にイラク領内に侵攻した陸軍第18空挺軍団の活動には CH-47 が欠かせないものであった。日本では陸上自衛隊が CH-47J 及び CH-47JA を 航空自衛隊が CH-47J を運用している。回収、装備で区別すると前者は6種、後者は5種の CH-47 を保持している。阪神、淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本大地震などの大規模災害における被災者、救援活動のほかに、スマトラ島大津波、 パキスタ洪水被害の緊急援助で派遣された実績を持つ。愛称のチヌーク、チヌークは北アメリカのネイティブアメリカン部族のチヌーク族、チヌック族とも言うから命名された。アメリカ陸軍ではヘリコプターの愛称として他にもカイオワ、カイオワ族、アパッチ、アパッチ族、シャイアン、シャイアン族、コマンチ、コマンチ族、色濃い。 色濃い族といったように、ネイティブアメリカン部族の名前を用いることが多い。ベトナム戦争時、CH-47 は、チヌークと発音が近いことから口が悪い、地上部隊員に一服、くだらないやつと呼ばれていたが、CH-47 は、ベトナムの高温多湿な気象環境でも安定した、性能を発揮、加工や補給物資の輸送に活躍した。 兵員輸送にはより小型で扱いやすい UH-1 が使われていたため純粋な兵員輸送を行うことはほとんどなかったが作戦の一環として実施した民間人の安全隊への移送においてある機体は1回の飛行で147名のベトナム人を運んだことがある輸送任務以外にもパイプスモークと呼ばれる悲劇追記の回収任務にも従事し戦争の 全期間中に1万1500機の飛行不能機を回収した。CH-47 は南ベトナム空軍にも供与されたが、一部の機体は終戦後北ベトナム軍に接収された。この時代には現行のモデルと比べて航続距離が半分程度しかなかった機体が多く、南ベトナム軍の作戦遂行にも影響があったとされる。 1982年のフォークランド紛争では、イギリス・アルゼンチンの双方がチヌークを運用した。イギリス空軍は、チヌーク部隊として、再編成されたばかりの、第18飛行隊から5機のチヌーク HC-1 を、輸送船、アトランティック・コンベアーに乗せて派遣、アセンション島に降ろされた1機を除いて、フォークランド諸島へと運ばれる予定であった。だが5月25日、 アトランティックコンベアーはアルゼンチン海軍のシュペルエタンダールによるミール攻撃で撃沈されてしまい、チヌークも最初に離陸した一機を残して前期損失してしまった。このため紛争中に使用できたチヌークはこの一機のみとなってしまい、さらに予備部品や工具なども失われてろくな整備もできない状況になっていたが、同期は紛争終結まで弾薬や燃料の輸送、 イギリス軍兵士やアルゼンチン捕虜の輸送に活躍し、無線のコールサインの愛称で兵士たちから親しまれた。5月30日、ブラボーノーベンバーは、ケント山山頂での砲兵陣地構築のため 105mm 砲2門と22名の兵員を機内に乗せ、さらに 105mm 砲1門を機外へ吊り下げて、ケント山へと飛んだ。山頂は、 柔らかなデータンの地面であったため機体重量を支えきれない可能性があったことから、積載物を下ろす間は低空をホバリングしなければならなかった。帰還中、ブリザードの中でパイロットが空間式失調を起こし、小川の水面に機体が接触し、エンジンが水を吸い込んで出力低下するというトラブルに見舞われたが、とっさに上昇したことで難を逃れた。この時、副パイロットと 1> 他一名が墜落したと思い込み、上昇中の機体から脱出しかけるという一幕があった。以降、ブラボーノーベンバーは、このケント山の砲兵人体の弾薬輸送が主任務となり、1日に15往復したこともあった。6月2日には、グースグリーンからフィッツロイへ第二空挺大隊を輸送したが、1回目は81名、2回目は75名と、定員以上の兵士を、 すし詰め状態にして乗せ、しかもひどい悪天候下だったにもかかわらず、これを成功させた。ブラボーノーベンバーは、紛争中に109時間飛行し、550名の捕虜と95名の負傷兵を含めて2150名の兵員と550トンの弾薬類を輸送した。終戦後も増援に駆けつけた6機のチヌークと共に、しばらく活動し、9月に本国へ帰還した。 ブラボーノーベンバーは以降もイラク戦争やアフガニスタン紛争に参加しており、現在も HC4 仕様に改修されて現役である。一方のアルゼンチンは空軍と陸軍が CH-47C を2機ずつ、フォークランド諸島へ展開させていた。これらは補給、輸送任務を行うかたわら、捜索救難や負傷兵護送もいった。空軍の2機は、 戦局悪化に伴って、路角を防ぐべく、本土へ撤退したが、陸軍の2機は片方が、航空攻撃で破壊され、もう片方は路角されて、部品を上述の、第18飛行隊に剥ぎ取られた後、イギリスへ運ばれた。なお、この路角機を吊り下げて輸送船まで運び込んだのは、皮肉にも、ブラボーノーベンバーであった。イギリスでは、 ブラボー・ノーベンバーが一連のフォークランドを紛争における戦勝と1970年代までの長きにわたり英国病と呼ばれた不審器を払拭した新時代の空軍の象徴とされており、本土のイギリス空軍博物館にはブラボー・ノーベンバーの塗装を施された九枚陸軍のチヌークが戦勝時にアルゼンチン陸軍から露格した CH-47C と共に展示してある。 アナコンダ作戦はアフガニスタンのシャハエコット渓谷に潜伏しているアルカイダを殲滅することを目的として2002年3月に実施された大規模作戦であり作戦の内容は見晴らしの良い山頂に特殊部隊と観測員を降下させて空爆を誘導し第13学士団と第101空挺士団で編成されたタスクフォース 落下サミや、現地の友好勢力である東部同盟軍により、離脱する残敵を相当するというものであった。しかし、アルカイダ側はすでに観測に、良好なタクルガルの山頂に400名の戦士を展開させて、延滞を構築し、さらに巧妙にそれを偽装して上空からの赤外線による探知を逃れていたのだった。2002年3月4日未明、特殊部隊、シールズの隊員を乗せた。 メガヘルツマイナス47チヌーク2機、コールサイン、レーザー03及び、レーザー04は、安全地帯であったはずのタクルガルに接近した途端に、地上から激しい対空砲火を受けた。RPG の直撃を受けた、レーザー03は激しく、機体を損傷し、その際に、シールズ単位のニール・シー・ロバーツ一等階層が、地上に落下してしまった。 シヌークは1 1トル先に藤木氏、400名のアルカイダ兵の前に一人で取り残された、ニール1層は、わずかな武器を使って汚染したもののアルカイダに、捕らえられ、そこで処刑された。レーザーレイオンは、ニール1層を救出しようとして、再び接近を試みたが、その際に、空軍のコンバットコントローラー、爆撃誘導員1名が戦死、シールズ隊員2名が負傷して、 救出に失敗した。この事態を受けて、直ちにアメリカ陸軍第75レンジャー連隊で編成された即応部隊 QRF が2機のチヌーク、コールサイン、レーザー01及びレーザー02に分乗して出動した。しかし通信障害によって降下地点 LZ を誤り敵の目前に降下してしまったレーザー01は敵の集中砲火を浴びた。 クるガるに墜落、墜落した、チヌークの周囲で負傷者を守りながらの防戦となししまった。レーザーレイには離れた地点に降下してレンジャーを展開させたが、現地は積雪と過酷な地形により前進は困難であった。しかしレンジャー隊員らはボディアーマーを脱ぎ捨てて救援に向かった。墜落地点付近で作戦中であったオーストラリアン SAS 特殊空挺部隊とそれに同伴していたアメリカ空軍の爆撃誘導員が自らの任務を放棄して現地に駆けつけ空爆を誘導するなどして形勢が逆転し米軍がタクルガルからの撤退に成功したことで戦いは終わったが米軍側は7名の死者と2機のヘリを失い作戦は失敗に終わった2005年アフガニスタンでターリバーンの掃討を進めていたアメリカ軍は クナル州の山岳地帯周辺を拠点に活動し、現地人から山の虎と恐れられていた、ターリバーン幹部、アフマドシャを殺害することを決定した。レッドウィング作戦と名付けられた。この作戦は、シールズチーム10から4名の偵察チームを派遣し、可能ならば、狙撃により殺害、不可能であれば、空爆による排除を行う予定であった。 2005年6月27日の夜間未明、第160特殊作戦航空連隊の2機の、メガヘルツマイナス47が、降下地点のサウテロ山卵川付近に到着。シール SDV チーム1のマイケル・ピー・マーフィ対、マシュー・アクセルソン2等兵装、シールチーム10のマーカス・ラトレル1等兵装、シール SDV チーム2のダニー・ディーツ2等兵装の4名が、降下し、徒歩により、 現地に向かい偵察を開始した。しかしその直後に付近を通りかかった3名のヤギ会と接触してしまい、これを拘束した。山岳地帯で電波が悪く、前線基地との通信が不可能な状況に陥っていたため、やむを得ず、現場の判断として3名を非戦闘員とみなして、交戦規則に基づき解放した。偵察チームは、作戦が危険にさらされたと判断して、 対却ポイントまで交代を開始したが、それから一時間もしないうちに、羊飼いから通報を受けたシャート100名を超える、その部下に襲われることとなった。交戦の結果、チームの3名が戦死、唯一の生存者である、ラトレル一層も、多発外傷と骨折により一時的に意識を失った。しかし、マーフィタイーは戦死する直前に、 衛星電話による前線基地への連絡をなさせ、QRF の援護を取り付けることに成功しており、基地で待機していた8名のシールズ隊員が、第160特殊作戦航空連隊のメガヘルツ -47 ヘリコプターに搭乗し、現地へ向かった。しかし、降下地点で隊員らがロープ降下する直前に、タリバーン兵の RPG-7 による、 待ち伏せ攻撃を受けヘリは撃墜された。搭乗員である第160特殊作戦航空連隊の隊員8名と共にヘリに乗り込んでいた16名全員が戦死した。その後意識を取り戻したラトレル1層は現地を通りかかった地元のパシュトゥン人により助け出された。自力歩行が困難であったことから地元民の助けがなければ確実に ターリバーンの捕虜取るか殺害されていた。ターリバーンに狙われた人間を助けることは非常に危険な行為であったが、彼らは2000人以上現地で守られてきたパシュトゥーンワーリである助けを求めてきた客人は必ず守るという教えに、従ってラトレル1層を隔まい、ラトレル1層は6日後にアメリカ軍により救出され生還を果たした。本作戦の失敗は ネイビーシールズ史上最悪の悲劇と呼ばれている。レッドウィング作戦、アフガニスタンの項目を参照のこと。福島第一原子力発電所事故は、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による地震動と津波の影響により、東京電力の福島第一原子力発電所で発生した。 炉心溶油など一連の放射性物質の放出をとなった原子力事故であり、自衛隊による原子力災害派遣が行われた。2011年3月11日9時48分、使用済み核燃料プールの水位が低下していた第一原発3号機に対し、陸上自衛隊第一ヘリコプター弾の CH-47、血抜く2機が消火バケットを使い、 計4回30トンの放水を行った。隊員の犠牲を覚悟の上で、空中にホバリングしながら、放散を投下するという鶴ルイ作戦も計画されたが、これについては実行されることはなかった。2011年5月1日に行われたウサーマ・ビン・ラーディンの捕獲作戦。パキスタンのアボダバードに潜伏するビン・ラーディン容疑者の邸宅をヘリにより、 空中から吸収して殺害もしくは逮捕するとい、計画のもと実行された。なお、作戦中は、ウサーマ・ウィン・ラーディンの名前を、ゼロニモ、ゼロニモという暗号で置き換えていた。この作戦では、作戦を直接実行する、UH-60 ブラックホークを完了した、ステルスヘリ、詳細不明2機とともに、メガヘルツ -47 チヌーク4機が投入された。 4機のチヌークは2機ずつのチームに分けられ、1.2番機はデブグルーの隊員25名を乗せて、不測の事態が発生した場合の QRF として待機し、3.4番機はパキスタンとアフガニスタンの国境付近に帰して帰還するステルスヘリの燃料補給を任せられていた。作戦中にラーディンの立てこもる建物に接近したステルスヘリの一番機が気流の乱れで墜落し、 QRF に支援要請を行ったため、待機していたチヌークが現地に発信した。ヘリの墜落というアクシデントはあったものの、デブグルー隊員は、建物内でラーディンを発見して、H&KHK416 を使用して、射殺することに成功した。襲撃部隊の隊長は直ちに、ゼロニモ駅や、エネミーキルドインアクション、敵戦士の意を意味する暗号、神と国のために、 ジェロニモ、ジェロニモ、ジェロニモ、ホーゴッド,ドカントリー、ジェロニモ、ジェロニモ、ジェロニモをコールし、司令部に、ラーディン殺害成功が伝達された。ラーディンの遺体はチヌークによってアフガニスタンまで、運ばれた後にオスプレイに乗せ替えられて、空母カールビンソンに移され、そこで推送された。長期化していたタイテロ戦争における重要な、ターニングポイントとなった。 暗殺作戦の成功には CH-47 の投入が必要不可欠であった。ウサー・アーマ・ビン・ラーディンの殺害の項目を参照のこと。2011年8月6日、ターリバーン総統作戦に参加していたアメリカ陸軍に所属する CH-47D が撃墜され、登場していたアメリカ軍兵士30名とアフガン軍兵士と関係者8名の 三3 8名及び軍用犬1頭が死した事件。単疑警告で敵と交戦中であったレンジャー部隊の増援として送り込まれた QRF 所属のチヌークがターリバーンが放った RPG-7 によって撃墜され登場していた兵員全員が死亡、レッドウィング作戦を上回る戦死者を出す結果となった。死者の内訳はシールズ隊員17名、 デブグルーを含むアフガニスタン軍の特殊部隊7名、陸軍のチヌーク登場員5名、軍用犬のハンドラー1名を含む海軍の支援要員5名、空軍の特殊部隊3名、アフガン人、通訳1名、軍用犬1頭。CH-47 は全部ローターを左回り、後部ローターを右回りに回転させることで、 回転トルクを互いに打ち消すタンデムローター機であるため、シングルローター機のように、テールローターを駆動するの無駄なエネルギーを消費せず、テールブームも必要としない。操縦操作は、ヨーペダル、ピッチ、ロールコントロールスティック、スラストコントロールで行い、2つのローターを備えることで、通常のシングルローター機よりも細かな動きが可能になってる。 直径は共に18.29メートルで軸が前後に11.94メートル離れているだけなのでギアによって3羽の翼の回転位置を同調させることで干渉を防いでいる。タンデムローター機の特性上ピッチ方向への安定性に欠けるためアフックスアドバンストフライトコントロールシステムを搭載し非常に高い安定性を得ている。アフックスは二重化されており 一系統が故障した場合でも問題なく飛行できるようになっている。これらは高度や方位を保持する機能も持っており、パイロットの負担を軽減している。21世紀以降、ヘリコプターはローターのブレード数を増やすことで効率向上と低層音化が試みられているが、ブレード間の隙間にもう一機のローターのブレードが入り込む動機を行っているタンムローター機では、 そのようなことはほとんど行えない、など実例が全くないわけではない。2009年にアフガニスタンで従軍記者をしていたマイケル4が、ローターの回転する形に発行している CH-47 の写真を撮影した。この現象は、砂漠など砂が多い状況で、チタンやニッケルでできたローターが回転することで、粒子衝突帯電が連続で発生し、 ヘリ本体に蓄積した衝突体電電化がローターの先端でコロナ放電を引き起こすために起きる。正式な名称はついていないが、マイケル4はこの現象を戦争で命を落とした二人の兵士の名前をとってコップエッチェルズ現象、コップエッチェルズエフェクトと呼んでいるセントエルモの日。機体は初期後期型まで基本的にそれほどの変更は行われていない。 キャビン内には、背の低い半 B なら2両、平員なら標準のトループシート33名分と、エキストラシート11名分、または24台の単価を設置できる。CH-47D のキャビンの寸法は、以下の通り、機外吊り下げは、胴体下の3箇所のカーゴフックで行い、CH-47D なら、合計 11793kg まで、 吊り下げできる CH-47D のカーゴフックの重量制限は中央が 11793kg 前後がそれぞれ 7711kg であり前後だけで一つの荷物を吊り下げるタンデムロードの場合には 11340kg になる CH-47A から CH-47C の前期生産型までは カーアンコフックはシングルであり、CH-47C の後期生産型から3点式に変更された。また、胴体下部は製造時点から防水処置が施されており、限定的な着水能力も有している。油圧系統はトランスミッションによって駆動される、二重化された操縦油圧系統と多様と油圧系統を搭載している。 操縦油圧系統は操縦のみに使われ、片一方が損失しても操縦が継続できるようにに、系統になっている。多様と油圧系統は、ランプドア、カーゴフック、ホイスト、ウィンチ、後ろ足のパワーステアリング、ブレーキ、エンジンの始動に使用されるほか、緊急時には操縦用の油圧としても使用できる。油圧源は前後のトランスミッションとなっている。 また、多様と油圧系統の油圧源は、APU でも発生させることができる。5つのトランスミッション、9本のシンクロシャフトから、組み合わされている。エンジンからの出力は、エンジントランスミッションで、約90度変換された後、機体中央のコンバイニングトランスミッションに、入り前後に配分され、それぞれ前部トランスミッション、後部トランスミッションに入り、ローターを駆動する。 エンジンは、テクストロン・ライカミング社、ゲン・ハネウェル社製の T55 ターボシャフットエンジン2機が、高ブローター用パイロンの左右に突き出されて、取り付けられている。このエンジンは、基本となる CH-47A から、最新の CH-47F までの個世代で、出力が増した合計7種の異なるエンジンを、搭載している。CH-47D では、 トランスミッション系とローターも増加した馬力に合わせて強化が図られた。クニー、コミュニケーション、ナビ、アイデンティフィケーションに関するアビオニクスは以下のものが搭載された。アセ、エアクラフトセルバイバビラティエキップメントに関するアビオニクスは以下のものが搭載された。CH-47A は最初に生産されシリーズの基本となった型である。 1962年の収益時には HC-1B と命名されていたが、9月の命名法の改正によって CH-47A に改められた。1959年から1966年にかけて合計355機が生産された。CH-47B はエンジンを強化し、ローター系を伸ばし、胴体を改良した改良型である。 1966年の発注分から CH-47A に代わって CH-47B へ切り替えられ1967年までに108機が生産された CH-47C 型はエンジン強化型である後期型からカーンコフックが三点式になった1967年から1979年まで270機 生産された。イタリアのエリコッテリメリディオナーリシャガ95機をライセンス生産し、イタリア陸軍をはじめ、イラン、エジプト、リビア、モロッコに輸出された。カナダ陸軍向けの CH-147 も CH-47C 型を基本としたものである。オーストラリアとスペインも CH-47C を導入した。 CH-47D は AC 型までの既存の旧型機に大幅な改造を施した型である。外反と内張りを剥がしてフレームやビーム、バルクヘッドなどを総点検して腐食や亀裂箇所は交換されエンジンとアビオニクスも一新された。3機が新造された他は既存機444機を改造したので CH-47D 型は 合計447機となった。既存機の CH-47D 型への改造数は、米国内での分で CH-47A からが165機、CH-47B からが76機、CH-47C からが185機であり、オーストラリア空軍の CH-47C でも7機。 ヘリコッテリメリディオのあり射精3分の CH-47C で9機であった。D 型からは、後部ローター機部の前面に、大きなトランスミッションギア冷却用のエアインテークが、開口しているため、識別点となっている。1981年から1993年までの12年間に、渡り、改造を行ったため、アビオニクスについては、初期と周期でサインがある。 暫定的な特殊作戦用ヘリであった MHz-47D には、ペンディックスキング社製の RDR-130、130気象レーダーが搭載されていた。また、オランダ空軍の CH-47D は、気象レーダーや FS などを導入した、独自の仕様となっている。CH-47F は、現時点での最新型モデルである。 エンジン出力を強化するとともに燃料効率を改善しリフト性能を向上させ低振動効果整備しやすいように部品点数を減らしたハネウェル社製の T5GA-714A4868 軸張り機ターボシャフトエンジン2機を搭載するアビオニクスシステムも大幅なアップグレードをされており車のグラスコックピットを採用したキャビンなどの機体も 構造的に強化され、また、構造コストの48%を削減するために、機体後部も再設計されている。アメリカ陸軍では、CH-47F と MHz-47G で合わせて513機を保有する予定で、既存機からの回収で不足する分は心臓する予定である。すでに30機ほどが新たに作られている。 搭載兵員数は標準で55名。エンジンは T55GA-714A、R-57CMWS、共用ミサイル警報システムが搭載され、AIP は -39 と、a l c 1 5 6を、機能統合した a l c 2 1 1セルルフック、統合無線周波対抗セットも開発が完了し、次第、搭載される予定である。 オランダ空軍、カナダ空軍、イギリス空軍、インド空軍、オーストラリア陸軍等々が CH-47F を選定し、採用を決めている。オランダ空軍の機体は常実したベース機の独自仕様から CH-47F、NL とバレル。イタリアでも行く -47F の名称で生産されるほか、陸上自衛隊でも2016年度、 概算要求分から F 型相当のものに切り替わっている。キロボルト -107E が長く、現役だったため、c h 四十七の導入は諸外国より、遅く九百八十六年、昭和六十一年からで、c h 四十七 d の日本向け c h 四十七 j を、川崎重工業がライセンス生産し、陸上自衛隊と航空自衛隊が、 輸送機として採用した。隊員たちには CH といった通称で呼ばれている。陸上自衛隊、航空学校陸上総隊東部方面隊中部、方面隊西部方面隊。航空総隊、2018年3月6日午後6時50分ごろ、沖野選ぶ島分屯基地の近くで、上空を飛行していた空自那覇基地所属の CH-47 から、 後部扉が落下した。同期は離着陸訓練で沖の選ぶ島分屯基地に着陸しようとしていた。ドアは翌日分屯基地の南東、約200メートルの草地でドアを発見、回収された。本機のローターは斜め前方に傾いて配置されており、操縦桿が最も下げ火事の場合ブレードの先端は地上から130センチメートルほどの高さまで下がる。したがって、 機種よりり、前方は危険範囲ととなっており接近すると死傷するるる。恐れがある本機は、その輸送能力の高さから災害派遣に使われることの多い機種であり、災害時には民間人が登場する事例も多い。被災者、消防関係者、医療従事者などが本機に接近、または登場する際には、組員や地上誘導員の指示に従い、 決して機種前方の危険範囲に接近してはならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。